それでは最後に中学生による未来へのメッセージの宣誓です。塩釜市立第一中学校吹奏楽部部長小畑ココさん、よろしくお願いいたします。本日、東日本大震災塩釜市追悼献花式が執り行われるにあたり、謹んで追悼の言葉を申し上げます。多くの尊い命が失われ、町も生活も一変した2011年3月11日。あの東日本大震災から12年が経ちました。当時、12歳だった私たちには、あの日の記憶がほとんどありません。けれども、メディアからの情報や授業で震災について学ぶたびに、東日本大震災について、まだまだ知らないこと、知らなければならないことが多いと気づかされます。そして、あの震災で苦しんだ全ての方々のお気持ちを思うとき、本当に胸が痛んでなりません。一方で、私たちは悲しみや苦しみの中でも涙を拭い、絶望から歯を食いしばって立ち上がり、決して諦めず手を取り合い励まし合って復興に向け歩まれてきた方々の姿を目の当たりにしてきました。そして悲しみも喜びも分かち合って、ふるさと塩釜と共に生きる、その姿に私たちも希望や力をいただいています。これからさらに東日本大震災のことを学び、人々の思いや教訓を次の世代にも伝えていくことが私たちの使命であり、ふるさと塩釜と共に生きることだと思います。私たちも今回塩釜市追悼献花式で演奏する機会をいただき、音楽を通してふるさと塩釜の皆様のお役に立てるのではないかと考えました。まだまだ未熟ではありますが、私たちの演奏が一人でも多くの方々の心に届いたのならこれほど嬉しいことはありません。現在私たちは目に見えない新たな脅威と戦い続け、まだに互いに素顔で笑い合うことに、喜びや悔しさを分かち合うことにできません。海の向こうでは国同士の争いに巻き込まれ、家族を失い家を追われた方々や私たちと同じく大きな地震の被害に苦しむ声が聞こえてきます。さまざまな苦しみや悲しみを抱える方々に心を寄せながら、思いやりを忘れず、今日も当たり前に温かいご飯が食べられること、柔らかな布団で寝られること、電気がつき、きれいな水が出ること、そして何より共に支え合える仲間がそばにいることに感謝して、私たちはどんな時も前向きに今できることに精一杯取り組んでいこうと思います。最後に、私たちはこれからも正しく学び、深く考えることを大切にしながら、東日本大震災のことを決して忘れず、どんな時も感謝の気持ちを持って生きていきたいと思います。そして明るい未来の創造を目指して大きく羽ばたいていくことをお伝えし、未来へのメッセージといたします。令和5年3月11日、塩釜市立第一中学校吹奏楽部部長、小畑ココ。Thank you.
ありがとうございました。以上をもちまして、東日本大震災塩釜市追悼献花式を閉式いたします。本日はご参列を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。なお、本日、会場後方にて、市内水産加工業者の練り物等を使用した温かいおでんをご用意いたしております。お帰りの際はどうぞお立ち寄りください。また、この後、同会場にて、一般参列者の方の献花をお願いいたします。ご来賓の方が退席されてから、順次ご案内させていただきますので、今しばらくお待ちください。